皆さんこんにちは、くじろくろです。禁断の男の一人旅6日目、タイのバンコクです。朝の8時45分、アンバサダーホテルのレストランでビュッフェスタイルの朝食です。ここは朝食メニューが充実していて、パンの種類も豊富です。6日目の予定はバンコクの三大寺院巡りとチャイナタウンを回る計画でしたが、昨日から大幅に計画変更していることもあり、行きたかったガネーシャのお寺、そしてワット・パクナムのエメラルド仏塔に行けていません。お昼の12時、たまたま昨夜屋台で働く女性と仲良くなり、マーブン・クローンで待ち合わせ。この日は昼から一緒に市内観光に行くことになりました。まずは腹ごしらえ、8番ラーメンに行きました。エメラルド仏塔があるワット・パクナムに到着です。お坊さんが亡くなり、お経が読まれています。タイスタイルでお参りを行います。有名な高僧や像に金箔を貼り付けます。こちらは本堂で、アユタヤ時代のものかな。非常に素晴らしい。日本語でワット・パクナム・パシチアローンと書かれた看板があります。実際には間違った日本語で書かれています。空を見上げるような大きな仏像です。高さは69メートル、バンコク一大きな仏像です。靴を脱いで、いよいよエメラルド仏塔がある建物に入ります。振り返ると、先ほどの大仏も見えます。入り口のドアの装飾も素敵です。中の様子はさしずめ、博物館のような雰囲気です。いろいろな美術品が展示してありました。階段を上っていきます。ここに来たかったんや。これが見たかったんや。満足。ちょっと、何してんの、お姉ちゃん。ほんと写真好きやわ、タイ人。一生懸命日本語とタイ語と英語で喋っているので付き合いました。2021年6月に完成したこの大仏、実はお坊さんに聞いたら、バンコクに住む人ってお寺にお参りに行く習慣が少ないそうです。だから遠くでも拝むことができて、サバイチャイな気持ちになれるためにっていう風でね、作ったそうです。ところどころ工事中の箇所もあって、職人さんが壁に絵を描いていました。お寺の近くでは宝くじが売られてる場合が多いです。お参りに行ったらきっとラッキーをゲットできる、そういった考えだと思います。日本人と少し似てると思いました。彼女は1枚80バーツの宝くじを5枚購入。下2桁の数字は46が2枚、56が2枚、57が1枚です。当選数字は一番違いの47。
もし当たっていたら2000バーツ、8000円のゲットでしたが惜しかった。ワットパクナムを後にして橋を渡り、対岸にあるワットくんちゃんに寄ります。運河の様子は水が濁っており、その先にはチャオプラヤー川につながります。水上交通として使われている運河ですが、渋滞知らずな点は使える交通手段だと思います。少しヒンドゥーの感じがするお寺です。仏像も少しタイの正常仏教と違う感じがしました。8バーツのトラックを改造したソンテウに乗ってシリラート病院まで移動します。途中で美味しそうな串焼きが売っていました。1本20バーツ80円ですが、目の前で炭火で焼いてくれます。味の方もね、本当にうまくて美味しかった。ワットラカンコンシタラームに来ました。日本のガイドブックにあまり載ってないお寺で、チャオプラヤー川の対岸にあります。出家したばかりの僧侶もいました。今からボートに乗ってチャオプラヤー川を渡ります。ワットラカンから対岸のチャングまでの移動となります。今見えているのはワットラカンコンシタラームです。綺麗なお寺でした。ワットプラケオは外国人の場合、入場料は500バーツ、2000円もかかってしまいます。ちょっと高すぎるのでパスして、近くにあるサームラックムアンに行きました。お嬢ちゃん、額に金箔ついてますせ。散々お寺巡りをしていますが、日本人観光客が行かないようなレアなお寺ばかり向かいます。アユタヤ王朝に作られたワットサケートに到着です。ワットサケートは別名ゴールデンマウントとも言われてます。額の金箔光ってまんねこっちは何、岩盤をくり抜いて作られた始皇帝の仏像を思い浮かべるブッダもありました。美しい。入場料は100バーツ、400円です。344段の階段を登って頂上を目指します。途中にはミストが流れる、ちょっとね、滝のようなものもありました。鳴らし方が半端ねえ。頂上に着くと曜日ごとの仏像が祀られています。ご覧のように回廊になっているところもあり、3回ぐるぐる
ここを回ります。ご覧のような感じでお参りしました。さらに屋上に出ることができました。バンコク市内を一望できます。78メートルの人工的に作られた小高い山のさらに上にある58メートルの仏塔から見る景色です。黄金に輝く仏塔は美しいです。仏塔に巻きつける布に自分の名前や願い事を書きます。皆が書き終わったら仏塔に巻かれるでしょう。この日は美味しいと言われるレストランが混んでいたので、近くの屋台でクッティオを食べて解散となりました、うん、ありがとう。この日の総額は2800円ぐらい。細かなお金は彼女が出してくれたのでざっくり計算です。歩いた距離は 2.2 キロ。ほとんど歩いてないですね。